洗濯機、洗濯機、洗濯機は洗濯に用いられる機械。世界では歴史的に見ると洗濯機といっても様々な動力源のものを指してきた経緯がある。日本では昭和以降電気洗濯機しか販売されていないので単に洗濯機というと事実上それを指している。初期は人力で動かす。 手動式洗濯機であったが、19世紀には動力を蒸気機関で動かすものが多く、20世紀半ばからは、それを電動機、モーターで回転させるものが登場し広まり、20世紀後半では、脱水機付きのものが登場し、さらに洗濯から脱水まで自動で行うもの、当時、全自動と呼ばれていたものが、大半となり、その後、洗濯、脱水だけでなく、 乾燥まで自動で行うものまで登場した。洗濯というのはもともと、川や池や泉などで、もっぱら人の手や足で行っていたものであり、人の手足だけで行う洗濯というのはかなり手間のかかる作業でありえ労働である。洗濯機というのは、そうした重労働を軽減する目的で、開発されてきた歴史があり、家事労働の軽減に貢献してきた。2009年、 カトリック教会の反抗的な新聞であるが、洗濯機が女性を家事の区域から解放したという意味で、女性解放における重要なマイルストーンだったと表明している。本校は、主に家庭用の洗濯機について記述し、業務用についても若干触れる。洗濯は、布を擦ったり叩いたりすることで布から汚れを浮かせ、分離しきれいにする。また布地に石鹸を浸透させ、 汚れを落としやすくするということも行われる。もともと洗濯は川や池や泉の縁の岩などに衣類を打ち付けたり擦ったりすることでいたが、その後波状の溝をつけた洗濯板が使われるようになった。古代ローマではフラーと呼ばれる人たちが発酵した尿などの入ったバケツに洗濯物を入れ、それを足で踏んで洗濯した。洗濯という重労働を何とか軽減させるため、 洗濯する機械が開発されてきた。また特に、ヨーロッパでは、ペストなどの伝染病が広まった歴史があり、伝染病が広まるのを防ぐために、かまどで熱湯を沸かしその中で洗濯物を木の棒で、かき回して洗う習慣が普及したのだが、熱湯の中の洗濯物をかき回す、という厄介な作業、熱湯で火傷してしまいがちな作業を避けるさせるための、機械を求める需要が生じた。 従ってドイツなどで初期に考案された洗濯機は、損などの容器を横向きにし、湯や洗濯物を入れ蓋をし、容器についたハンドルを手で回し、中身を攪拌する方式だった。洗濯は、お湯を使った方が汚れが落ちやすい。石鹸の入ったお湯は貴重だったため、そのまま何度も再利用されていた。まず汚れの少ない衣類を洗い、徐々に、 汚れのひどいものを洗っていく。初期の洗濯機は木製だったが、金属製のものができると、洗濯槽を下から火で加熱できるようになった。このため、1日中洗濯しても洗濯水を温かく保つことができた。イングランドでは、1691年に初の洗濯機及び脱水機に類する特許が成立している。また、 1752年1月のザ・ジェントルマン・エス・マガジンというイギリスの雑誌に初期の洗濯機の絵が掲載されている。ドイツではが洗濯機を考案し、1767年にその設計が出版されている。1782年にはイギリスでヘンリー・シジアが回転ドラム式洗濯機の特許を取得している。洗濯後、 洗濯物から石鹸水を除去する工程は全く別の工程だった。もともとはびしょ濡れの衣類を手で絞っていた。この仕事を助けるため、二つのローラーにバネで力をかけ、そこに衣類を通してローラーを手で回すという手絞り機、または手回し脱水機が開発された。これには一枚ずつ衣類を入れてやる必要があった。 もともとは独立した機械だったが洗濯機に組み込まれるようになり、絞り取った石鹸水が洗濯槽に戻って再利用できるような構造になった。アメリカ合衆国では1797年、ニューハンプシャー州のナサニエル・ブリックズがクローズウォッシングと題した特許を取得している。特許事務所が後に火事で焼け落ちたため、彼が具体的に どういう発明をしたのかは分かっていない。洗濯機に手絞り機を組み込んだものは1843年セントジョンのジョン・イーターンブルが取得したクローズ・ウォッシャウィズ・リンガー・ロールスという特許が最初である。蒸気機関、ガソリンエンジン等を用いてドラムを回転させるものや攪拌棒を回転させる攪拌式洗濯機が使われるようになった。 一気筒の低速なガソリンエンジンなどがよく使われていた。電気洗濯機は20世紀初めにアメリカで登場している。アルバジョン・フィッシャーが1910年に電気洗濯機の特許を取得しており、電気洗濯機の発明ものとされることが多いが、フィッシャー以前にも電気洗濯機の特許が存在していた。電気式洗濯機は1九百八年にアメリカで発明され、 1908年にアメリカのハーディーマシンカンパニーがそうとして販売。電力が欧米で普及するのは1930年代である。アメリカでの電気洗濯機の年間販売台数は1928年には91万3000台に達した。しかし、世界恐慌が発生したために販売台数が減少し、1932年には出荷台数が 約60万台となっている。洗濯機の設計は1930年代に改善が進み、安全性を考慮して電動機などの機械が筐体に覆われるようになった。1940年にはアメリカの電力供給を受けている2500万個の60%が電気洗濯機を所有していた。第二次世界大戦中、アメリカ国内の洗濯機メーカーは軍需に徴用されたが、 全自動洗濯機の開発は続けられ、戦後間もなく、全自動洗濯機を発売した。ベンディックスは1947年、改良型のベンディックスデラックス、当時249.5ドルを発売。ゼネラルエレクトリックも、同年、全自動洗濯機を発売している。他社も1950年代初めまでに次々と、全自動洗濯機を発売している。中には2層式で、 洗濯槽から脱水槽に洗濯物を手で移さなければならない半、自動洗濯機もあった。電気掃除機で知られるフーバー社はマイコン制御が登場する以前にカートリッジ式で洗濯パターンをプログラム可能な全自動洗濯機キーマティックを製造していた。洗濯機のスロットにプラスチック製の鍵状のカートリッジを挿入すると、それに従って洗濯パターンを決定するものである。 しかし、ダイヤル式で設定する他の選択機に対して特に優れているわけでもないため、成功したとは言い難い、カートリッジはなくしやすいという問題もあった。初期の全自動選択機は、機械式タイマーを使い、タイマーシャフトに一連のカムがあり、様々なスイッチを時間で操作していた。1950年代、これが電子式タイマーになり、設定の自由度が格段に向上した。 ヨーロッパでは1950年代まで電気、洗濯機は一般化しなかった。これは第二次世界大戦の戦火によりヨーロッパの消費者市場が1950年代後半まで回復しなかったためである。当初はローラーによる手絞り機構付きの電気洗濯機が主流だった。1960年代には二層式が主流となった。 全自動洗濯機が主流となったのは1970年代になってからのことである。日本では1928、昭和3年に、東芝の前身である東京電機株式会社が、ハーリーマシンカンパニーの、そう、ソアーの輸入販売を開始し、日本産、国産第1号は1930年に、東芝の前身である芝浦製作所から、各半式洗濯機、 ソーラーとして販売された。その後、1953年に、産業電機から、現在の洗濯機の原点とも言える、粉流式洗濯機が低価格で発売され、一気に普及した。戦後、第二次世界大戦後の1950年代、日本の電機メーカーは、電気洗濯機を、三種の人器という宣伝文句で、民衆に売り込んだ。その後、 昭和後期頃からは白物家電と呼ばれるようになり、現在でも家電製品の中でも代表格の一つである。昭和時代は日本で普及したのは日本製であった。2018年時点では他の白物家電と同様に日本では一部の高付加価値製品を除き、生産コストの低いアジア圏で生産されたものが大半を占める状況になっている。日本では 電気洗濯機として、家庭用品品質表示法の適用対象となっており、電気機械器具品質表示規定に定めがある。また、テレビ受蔵機、エアコン、冷蔵庫と共に2001年より、家電リサイクル法の対象となり、廃棄する場合には、適切な処理が義務付けられ、粗大ごみとして処分できなくなった。固定資産としての法定対応年数は6年だが、 家庭での平均的な使用年数は8.4年である。一部では、芋洗いや、タコのぬめり取りなどの魚介類を洗うために使われることもある。メーカーの想定外、保証外の利用法であり、故障の原因ともなるので推奨されない利用法である。回転による脱水が一般化するのは、電動機が開発されてからである。回転で脱水するには高速で強力な回転力が、 必要であり、脱水機は洗濯機とは別の装置として作られた。洗濯した衣類を洗濯槽から脱水槽に移して、脱水していた。このような初期の脱水機は、中身が偏っていると脱水槽自体が危険なほど揺れるという問題があった。それでこの揺れを何とかしようと、様々な試みがなされた。まず、若干のアンバランスを吸収する干渉フレームが、考案され、 さらに激しい揺れを検出して、脱水機の回転を止める機構が考案された。この場合、人間の手で中身を均等にして、再度脱水する。最近では、液体を封入した缶を使い、それを脱水槽と同時に回すことで全体として、バランスが取れるようにしていることが多い。いわゆる全自動洗濯機は、洗濯槽と脱水槽が一つになり、水の出し入れが自動化され、 洗濯から脱水まで自動的に行うようになっている。1937年が初の全自動洗濯機の特許を取得し、それを使った洗濯機を同年発売した。この洗濯機は現代の全自動洗濯機の基本機能はすべて備えていたが、サスペンション機構がなかったため、動き回らないよう床に固定する必要があった。初期の全自動洗濯機では、 洗濯槽、脱水槽の回転速度は、機械的手段か電動機に供給する電力を、可変抵抗器で加減することで制御していた。1970年代には、上位機種から電子制御が一般化していった。1990年代になると、タイマーの代わりにマイクロコントローラーを採用した機種が登場する。これが今、近年では一般化している。ファジー制御も、洗濯機に、 いち早く採用されている。最近では、衣類乾燥機の機能まで一台でこなすものもあり、ボタン一つで最後まで行くが、家庭用での普及より、コインランドリーで汎用されている。なお2008年10月31日をもって三菱、電気は売上不振で赤字が続いたことから、洗濯機の生産より完全撤退した。21世紀頃からより、 使用水量の少ない縦ドラム型の洗濯機が普及している。層の中に洗濯物が入った円筒のドラムを入れ、ドラムを回転させて洗濯する。ドラム式の元となった。層と同じ程度の高さのある大型の羽をゆっくり反転させて水流を発生させる方式。構造的に大型となるため日本では業務用の一部に限られるが、アメリカでは現在も主流。 日本では1922年、大正11年に初めて輸入され、1930年、昭和5年に東芝が国産初の電気洗濯機として製造。終戦直後は日本のメーカーも新中軍向けに製造していたが、1947年、昭和22年に日本人メイドの人件費が安く、しかも上手に手で洗ってくれるという理由で納入が打ち切られた。 これを契機に一般向けにも発売されたが5万円以上ローラー絞り機なし当時の日本人の大卒初任給は2万2千円と非常に高価だったため普及しなかった洗濯槽にパルセータと呼ばれる羽を持ちそれを高速回転させて激しい水流を発生させて汚れを落とす方式でアジアで一般的日本では1953年 昭和28年8月に、山陽電機が初めて製造。定価は28,500円。当時の大卒初任給は17,000円と、比較的買いやすい値段だった。同年に、出力100ワット以下の洗濯機が、物品税の対象から外れたのを契機に、層の側面に、パルセータがある、粉流式の開発が日本で盛んになった。しかし、粉流式は、 洗濯物がよじれて痛みやすかったり、洗濯物が多くても少なくても同じ水量が必要だったことから、1954、昭和29年にパルセーターを底面に設置した渦巻式が開発された。日本では渦巻式が1960、昭和35年から現在までの主流となっている。パルセーターが体型口で乾燥機能がつくものは縦型 2000? 平成12年12月に松下電機、原パナソニックが発売と呼ばれる。極初期のパルセータは小型のものが主流であったが、現在ではほぼ洗濯槽いっぱいの大きさとなっている。昭和平成初期に建てられたアパートや賃貸マンションに住むものは、洗面台の入り口が 55cm から 59cm と、強小のため、室内にドラム式が設置できないことから、 この渦巻き式を購入することが多い。横を向いた円筒状の洗濯槽を回転させ、洗濯物が上がっては落ちを繰り返すことにより、叩き洗いをすることで汚れを落とす方式。ドラムの上底面から洗濯物を出し入れする。クリーニング店、コインランドリーの洗濯機ではこの方式がよく使われている。洗濯物の痛みが少なく、水の使用量も少ない。ヨーロッパでは、 主流の方式。重量が重いために、家庭用では乾燥機付き洗濯機に限られる。また、奥行きが大きいことから置き場所の考慮も必要である。家庭用のサイズだと高温多湿で軟水の日本では、脂肪を含んだ汗や泥汚れが十分に落ちづらいという点で不利。1950年代には日本でも製造されていたが、当時は家庭用としては主流とならなかったが、 ポンプアップと電子制御を併用、ヒートポンプ式乾燥機能等を追加することで2000年、平成12年から日本でも普及し始めた。洗濯物が浮き上がらないように上から蓋で押さえた上で、洗濯槽の底にある振動板を高速で振動させて汚れを落とす方式。1950年代に発売したが、汚れの落ちが悪く振動がうるさいため全く普及しなかった。 2008年、リーズ大学は約 280ml の水だけで洗濯できる洗濯機を開発した。洗濯は繊維製品の性質に合わせた方法をとる必要があるため、一般に医療品などの繊維製品には絵表示、ピクトグラムなどで取り扱い方法が表示されている。日本では2017年春夏向け商品から ISO。 国際標準化機構に対応した美表示、JISL0001-2014 に変更され、表示記号は22種類から41種類とほぼ2倍になる。選択表示を参照。バスポンプ非搭載の従来型選択機と組み合わせて、使うバスポンプ単体機を生産している国内、大手電機メーカーは現在パナソニックのみとなっており、他社系列電機店では、 更新やセンダック製品を主に販売しているバスポンプ搭載機の延長フロミズホース及び交換用フィルター付きフロミズホースは各メーカーで純製品を生産しておりサービスルート扱いで購入化。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。